今日のトレリンは今が旬ですね、ブドウの話題です。はい、綾町の農園で作られているこだわりのブドウとブドウを使った絶品ジェラートをご紹介します。ここは綾町南俣です。およそ35年間ブドウを作り続けているこちらの農園、去年人手が足りなくなってきて規模を縮小しようということが検討されていました。テニスコート50個ぐらいの広さに、ブドウ、そして養蜂、ブルーベリーといったものを作ってます。体力的にもう無理かなと思っていました。規模の縮小も考えていた時に、ぜひブドウを栽培してみたいという人がいたので、8棟あるうちの2棟をお任せしてみました。それが重永きのこの重永和樹さん。本業はキノコ作りですが、妻の葵さんと2人でブドウ作りに挑戦することになりました。35年間農薬を使わずに育ててこられた美味しいブドウを絶やすのはもったいないと思って、このブドウを守っていきたいと思いました。春先にコガネムシがつくんですが、1ヶ月ぐらいかけて手作業で落としていくのがとても根気のいる作業でしたね。実際に収穫できた時は本当に感動しました。そしてブラックオリンピアが食べ頃を迎えています。一口で食べるのに程よいいい大きさですね。はい、じゃあ早速いただきます。甘っ。ありがとうございます。相当甘いですね。糖度は約20度あります。20度。あの桃とかマンゴーにも負けてませんよね。はい、でも喉をスーッと通るこの爽やかな自然の甘みですね。農薬を使わずに栽培するのはいろいろな苦労があるのですが、このブドウを使ってスイーツを作りたいと言ってくださるお店が増えていて、とてもやりがいがあります。そのお店の一つが綾手作り本物センターにあるこちらのお店。9年前東京から綾町に家族で移住した永原翔さんが去年11月にオープンさせたジェラート店です。綾で採れた野菜や果物を使って、まあ、その素材をそのまんま丸ごとジェラートにするような、そういったお店になります。旬のものを味わっていただきたいんで、まあ、メニューは季節ごとに変わっていきます。こちらはバナナピーマンチョコチップ入りです。本物センターでも売っている、バナナに似たピーマンと、バナナを使ったフレーバーです。そしてこちらがライチレモングラスソルベです。綾町産のライチを贅沢に使用した、シャーベットです。レモングラスと生姜パウダーと塩が夏の疲れを癒してくれます。キノコ屋さんが作ったブドウブラックオリンピアのジェラートをいただきます。早速いただきます。うーん、おいしい。畑から本当にそのまま来たような自然な甘さのブドウのジェラート、最高です。無駄なものは一切入れずに、素材の持つ美味しさをそのまんまこのジェラートの形として一期一会をちょっと楽しみにしていただけたらなと思っています。